皆さんこんにちは。下関市消防局防火指導員の宮崎です。今日は皆さんに危険物の怖さや取り扱い方について実験を通して学んでいただきたいと思います。それでは行ってみましょう。防火指導員の高橋です。実験を始める前に物が燃えるということについて説明します。物が燃えるには燃焼の3要素といった3つの要素が必要です。まず1つ目は紙や木材などの可燃物、2つ目はライターやマッチなどの熱源、そして3つ目は空気中の酸素です。この3つを合わせて燃焼の3要素といいます。物が燃え始めるとこの3要素がある限り燃焼は継続し続けます。しかしこの3つの中の1つでも欠けてしまえば燃焼は続かないということです。防火指導員の村山です。次は消火方法についてお話をします。消火と聞くと皆さん消防士が水をかける姿をイメージすると思います。このように熱を奪う消火方法を冷却消火と言います。この他にも空気中の酸素を遮断する窒息消火、燃えているものを取り除く除去消火があります。火災が起こるとこのようにして消火が行われています。燃焼の3要素のうち1つでも取り除けばよいと聞くと簡単に消火できるように思うかもしれませんが、危険物の火災になるとそうはいきません。危険物と聞くとどんなものをイメージしますか？私たちの身の回りにも危険物は存在しています。例えば車の燃料となるガソリンやストーブの燃料となる灯油などです。これらが危険なのは燃えやすいからであり、また小さな火種が一瞬にして大きな炎となって消火が難しくなるからです。危険物はちょっとした油断や誤った取り扱い方によって大火災を招いてしまいます。危険物がどういった時どのように危ないのか、また何に気をつければよいのか、実験をしながら確認していきましょう。では実験を始めます。ここにガソリンを用意しました。このオレンジ色の液体がガソリンです。ガソリンに火をつけますのでどのように燃えるか見てください。火を近づけるとすぐに火がつきました。今ガソリンのどこが燃えていますか？一度火を消します。ちなみに今の消火方法は燃えているものの周りの酸素を遮断したので窒息消火です。さて今見ていただいた通り、実はガソリンは液体が燃えているのではなく、液体から発生している可燃性蒸気が燃えているのです。わかりやすいようにこの空のビーカーに可燃性蒸気を集めます。このようにガソリンの入った容器を傾けると、空気より重い性質を持っている可燃性蒸気が下のビーカーの底に溜まっていきます。この可燃性蒸気は目に見えないというのも特徴です。ではこのくらいでしょうか。この何も入っていないように見えるビーカーに火を近づけます。火がつきました。このようにガソリンは液体そのものが燃えているわけではなく、目に見えない可燃性蒸気が燃えていることが分かっていただけたと思います。この目に見えないということが大変危険なのです。ガソリンを使用した場所でこぼしていないからといって油断していると、床には可燃性蒸気が溜まっているかもしれません。ガソリンを使用した場所、保管している場所では絶対に火を使わないでください。次に灯油を用意しました。この透明の液体が灯油です。
ガソリンと同様、この灯油にも火を近づけてみましょう。引火はしませんでした。危険物はそれぞれ可燃性蒸気を発生させますが、その際液体の温度が関係してきます。ガソリンや灯油などの石油類には可燃性蒸気を発生させるための最低温度があり、これを引火点と言います。ガソリンの引火点はマイナス40度以下、つまり周りのものが凍ってしまうような寒い場所でもガソリンは可燃性蒸気を発生させています。一方、灯油の引火点は40度以上です。ですから常温に置かれていたこの灯油は40度以上になっておらず、可燃性蒸気が発生していないため引火しませんでした。ただし最近の夏の暑い日は気温が40度を超えることもあるので注意が必要です。また常温であっても状態を変えてしまえばこの灯油はすぐに引火してしまいます。では灯油の状態を変えて実験してみましょう。まず常温では燃えなかった灯油をこの霧吹きの中に入れてろうそくの火に吹きかけます。どのようなことが起こるか見てください。このように一瞬にして大きな炎が上がりました。霧状にすることによって灯油が小さな粒となり、酸素と触れ合う面積が大きくなったため、あっという間に引火点に達し燃え上がったのです。常温では燃えなかった灯油であっても霧状であればすぐに引火点に達して引火しやすくなってしまいます。次に何もしていない乾いた布と灯油を染み込ませた布で燃え方の違いを見ていただきましょう。こちらは何もしていない布で、こちらは灯油を染み込ませた布です。では同時に火をつけてみましょう。せーの。どちらが燃えやすかったか分かっていただけたと思います。灯油を染み込ませた布の方がすぐに燃えました。今2つの実験を見ていただきましたが、霧状にしたり布に染み込ませることによって状態が変わり、熱が集中しやすく、また酸素との接触面積が大きくなったため常温でも激しく燃えました。このように常温では燃えない灯油でも状態が変われば燃えてしまうのです。日常でも灯油をこぼしてしまったらどうしますか？そのままにしている方はいないでしょう。雑巾などで拭かれると思います。しかしその雑巾をそのままにしている人はいませんか？その状態は大変危険です。先ほど実験で使った布と同じ状態なわけですから、タバコなどの小さな火種でもその雑巾の上に落ちてしまうと一瞬にして大きな炎となってしまいます。灯油などがついた布は放置せず、すぐに洗剤で洗うようにしてください。常温では燃えない灯油であっても状態が変わればよく燃えるということを心に留めておいてください。ここでもう一度ガソリンを使っての実験です。こちらのタンクにガソリンが入っています。今度はガソリンの液体自体は本当に燃えないのか、こちらの器具を使って実験してみましょう。スイッチを入れます。先端で火花が飛んでいるのが見えますか？ではこの器具をタンクに入れ、ガソリンの液体の中で火花を飛ばします。今ガソリンの中で火花が飛んでいますが、火はつきません。ガソリンの液体は燃えないことが分かっていただけたと思います。次は可燃性蒸気に火花を飛ばしてみましょう。可燃性蒸気の濃い液体表面上でスイッチを入れます。引火しませんでしたね。それでは
可燃性蒸気が濃い液体表面上から薄い方へゆっくり動かしてみましょう。タンクの入り口付近で開きました。今度は逆に薄い方から濃い方へゆっくり火花を飛ばしながら動かします。先ほどと同じようにタンクの入り口付近で火がつきました。なぜ入り口付近で火がついたのでしょうか。これには一番初めにお話しした燃焼の3要素の一つである酸素の量が関係しています。可燃性蒸気は一定の割合で空気と混ざることで初めて燃焼します。この割合の範囲のことを燃焼範囲と言います。空気と可燃性蒸気を合わせたものを 100% としたとき、ガソリンの燃焼範囲は 1.4 から7.6%、 灯油の燃焼範囲は 1.1 から 6% の間です。ですから可燃性蒸気が薄すぎても濃すぎても火はつかなかったのです。この燃焼範囲が広ければ広いほど、また数値の加減が低ければ低いほど危険となります。ちなみにこのタンクでは入り口付近が燃焼範囲でした。実は私たちの周りによく似た場所があります。それは車やバイクの給油口付近です。静電気の小さな火花で引火してしまうこともありますので、給油するときには必ず静電気除去シートに触れてください。そして車やバイクの給油口付近は燃焼範囲を生み出しやすい場所であるということを意識しておいてください。次に燃焼範囲に火花が飛ぶとどうなるか実験します。この細いタンクには何も入っていません。スイッチを入れるとこの真ん中から火花が飛びます。ガソリンの燃焼範囲は 1.4 から 7.6% です。このタンクに対してほんの少量のガソリンを入れてしっかりと蓋をします。ではスイッチを入れます。このように少量のガソリンであっても爆発し大変危険です。例えばガソリンが満タンに入ったドラム缶とほぼ空のドラム缶であれば、なんとなくほぼ空になっているドラム缶の方が危なくない気がします。しかしそのドラム缶の中には可燃性蒸気が充満しているかもしれません。それを知らずに電動のこぎりなどで切断し、その時に火花が飛べば先ほどの実験の何十倍という威力を持って爆発します。危険物は少量だからと安心せずに、その性質をよく理解し正しく取り扱うことが大切です。次にスプレー缶を使って実験をします。このスプレー缶も使い方を間違えると大変危険です。今日はヘアスプレーを用意しました。スプレー缶の後ろには火気厳禁や高温に注意などと書かれています。ではこの注意書きを守らずに火に近づけるとどうなるか実験します。スプレー缶をろうそくの火に吹きかけます。このように大きく炎が上がりました。スプレー缶には LPG やエタノールといった引火しやすい成分が入っているため、火に近づけると大きな炎となり大変危険です。例えば冬の寒い時期に、寒いからといってストーブの前でヘアスプレーを使用すると、今のように大きな炎が上がり火傷や火事の原因となります。またスプレー缶を捨てるときには中身を全部出し切り正しく処分してください。皆さん、燃焼実験はいかがでしたか。
今日使用したガソリンや灯油は日常生活になくてはならないものです。しかし取り扱い方を間違えると大きな事故や火事になってしまいます。危険物は正しい取り扱いを心がけてください。以上で終わります。皆さんまたねー。